それを上から言ってるって言ってんねん。どんだけ上から言ってるわよ、ほら。なんでお前に感動されなあかんねん、お前。こいつらがガンなんですよ。シャギさんはもうずっともう社員に嫌われてるばかりです。僕はちゃんとプロレスで、お前何してんのあれ、そう、ああほんまにぶち切れてんのこいつか。もう俺許さんあいつは。無知や。なんか吉田さんに急にちょっと声かけられて、うん、お前のこと無視するわ、うん、みたいな言って取られて。柏木さんにもめちゃくちゃ怒ってるぞ。そのボケなのかボケじゃないのか分かんないです。やばくないですか。じゃあ一回近くに。あ、まあ、それが一番いいのかな。誤解されてるところはこう解いて、今後の、まあ、未来に向けて発展的なお話ができればいいかなと思います。仲良くなってほしいです。もし楽屋神保町にしていきたいです。え、謝りたいっていうのはないんですかね、あいつらは。怒ってはるっていうのはないんかしら。要はあんなポン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 出てくるの。僕は初期の段階で謝ってこられたらもう水に流そうと思ったんですよ。それがないから一層もう謝ってこんといてくれとさえ思ってますよ。もう許したくないから僕は。ちょっと死人出るかもしれないですけど。さあ、ということで令和ロマンと素敵じゃないかに来てもらいました。ありがとうございます。どうですか率直。まあだから、うん、単純になんだろうな、うん、まあそのいざこざじゃないけどね、ちょっと、うん、お互いにちょっと思う節があるというか、うん、ちょっとギクシャクしてるな、ギクシャクっていうのがあるね、うんうん、その感じがムカつくの。俺は別にいかないですか。そんな出だしなわけないよ。今から落ち着いて喋ろうっていう話題が、うんうん、そうでしょ、ね、そうそっちのターン。順番的にはまあ僕らがこう、まあ、こう言って終わってるので、どういうどう思ったのかってことですよね、うん、どう吉野はその吉野さんはまあ不器用な人っていうのもあってこう、うん、プロレスをしてくれてて、うん、ニューヨークさんの前でなんか令和ロマン嫌いみたいな感じで言うたから、うんうんうん、プライベートでも無視してるみたいな。そうですね、うん、それはね、うん、僕この前僕正直反省したんです。お、うん、何どこで。あの正直僕あの時マックスに怒ってたんです、うん、ほんまに怒ってて、うん、あの正直あの面白かったですみたいな方々から言ってくださいましたけど、うんうん、何が思わないか全くわからない、うんうん、僕がキレてるから、うんうん、ただそれはちょっと僕は反省やと思ってね、うんうん、あそうや俺もプロレスせなあかんわ思って、うんうん、ほんで車に言ったんです、うん、すまんなと。その動画上がる前ですわ、上がる前、うん、上がる前すまんな、こういうことを。そんな関西弁強かったっけ。動画上がる前ですっすね。大阪なんです。それ言い出し方ないよ。これは申し訳ないです。はい、あの上がる前にこう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 やからって、これ優しくないですか僕からしたら。うん、すごい優しいですよね、先輩っぽい。それで普通謝罪の一個があってもいいと思うんです。え、あそうですね、僕で言い過ぎました、ごめんなさいと。はい、その時どんな感じだった車は。いや、なんかあみたいな感じやったんですけど。いやお前それやめろ、ほんまにやめろお前。なんでやねん。違う違う違う、これから始めますよみたいな。違うやん、違う、それで始めますよって。ちょっと待って、なんすか。お前な、なんでな、プロレスってお前決めつけてたんか。じゃあほんまに俺が怒ってるかもしれへんっていうことは考えへんかったの。考えないですよ、そのなんで動画で。ニューヨークさんのチャンネルの違いますやん。芸人さんってその本気で怒らないから、動画の中で。いや、だからほんまにだって言ってるってことは怒ってないんだなと思うじゃないですか。え、じゃあそのあの動画があった後、吉野さんに無視されてると車やってた、うん、それはじゃあマジで怒ってたから無視してた。いや、マジで怒ってましたし、いや、謝罪があったら僕も、うん、あれですけど、僕の優しさで、うん、いや、こうこうこう言ったわって言ったのに、うん、甘えすぎてるから、うん、よくないよって言ってんの。あー、もう一個、ね、もう一個なんか、違う怒りが来てるわけ、うん、そうです、そうです、そうです。原宿トーク見て、はい、あ、やばい、吉野さんこれマジでキレてるわとは思う。いや、逆に先に言ってもらったから、うん、この、まあ、言ってもうたわって言われたから、うん、その後のあれ見て
てもあこういう感じにしてくれたのねって思うじゃないですか。なるほど。言ってもらったからね、ありがたいですよ、それはありがたいんですよ。これ順序で言ったらね、後輩からしたらもしかしたら、もしかしたら怒ってるかもしれんっていう可能性 1% でもあったら、あすいませんでしたって言って、いや嘘に決まってるやんけで、その話ですよ。いやなんで鼻から怒ってないで、だめつけた俺を見てないんですって自分で出てるんですか。先に言ってきたから分かんない。ビクビクしてほしい。そう、ビビってほしいんだよ。そう、シンプルな話。はい、いや、吉野さん、万が一吉野さんマジやったらどうしようがないんや、ね。なるほど。いや、僕らもね、そんな、それはそうか、はい、先輩方からしたら、そんな行儀のいい後輩の部類に入らないかもしれないです。僕らも生意気かもしれないですけども、でも僕らもちょっと、失礼なボケかまして、あ、もしかしたらと思ったら謝りに行くし。一応ね。はい、動画を見る前に、アップされる前に、吉野さんに言っていただいたんで、あ、こっから先のが全部コントなんだっていうふうに認識しちゃったので、謝んなくていいような意味で言ったんですよ。動画見た後にそれ言われたら、いやいやでも僕らもさっきあの映像を見た感じ本当に怒ってたかもしれないからごめんなさいは言えましたけ ど、そう先に言われたんで、むしろそのあ保険かけてくれたのかなと思ったから、だその後ずっとだから無視されても、だリハーサルの時とかにブチ切れられても全然なんとも思わなかったんですよ。何回もあのリハーサルの時にあのみんなの前で大きな声でブチ切れられても全然俺は気にしなかったんですよ。いや気にしろよそれは。いやいや全然変な空気になっても全然良かったんですよ。何が起きた、なかなかでもが起きた、いやいやこれいやごめんなさい。いやなんか神保町のライブ、あ宴ですね、あの花と取れる宴か、宴の時にリハで例えばなんかこの MC だったんで、 MC でこう舞台上上がってリハしてて、まあ、みんな客席にいるみたいな、うん、でコーナーのなんかリハを作家さんが説明してるんですけど、うんうん、最初大喜利行こうかみたいな、やろうかってなって、で大喜利やるメンバー誰にしようかなって、じゃあまあもうそこに座ってる3人でいいや、適当な感じで、うん、じゃあ吉野とっつって、どんでころてる小橋と、うん、金魚番長の箕輪でって言ったんですよ、うん、でその3人ってなって、うん、あこの3人になったなと思ったら、吉野さんとその3人で、うん、あちょっと大喜利、いやちょっとあんま自信ないなみたいなのをこうどよってしたんですよ、うん、だからしたから、あちょっと確かに、いやこの作家さんが今勝手に決めたけど、大喜利得意なメンバーとか他にいるから、なんか、うんうん、ナカルティンとか、うんうん、でもいやそっちでいいんじゃないかなと思って、あすみません、なんか大喜利でもやりたい人にやらせればいいんじゃないですかって軽くこう投げたら、うん、なんでそんなこと言うな、あれもう客席からお前いちいちやな、違いますよ、ぶち切れ、違います、いちいちやな、それはでもさ、みんなからして盛り上がるんじゃないの、あのプロレスが始まったみたいな感じじゃないの。いやだからほとんどは吉野さんの後輩であり俺らの先輩なんですよ、うん、ちょうど板挟みなんですけど、どっちですかって、あーマジ切れやったら、だから吉野のお前をちゃんとビビってくれてんねや。いやそうそうそう、みんなビビってるんですけど、でも僕は先に嬉しそうだな僕は先にその無視するからな、この動画がいつ言われてるから、うん、それに答えなきゃ答えなきゃってそうなってるんですよ。それどうなったの、なんでそんなことやがいってなって、車は どうしたの。あいや自分が言ったからでしょ、俺は逆に真っ向面がこう突っ込むというか、ボケたと思ってるんで真っ向面が突っ込むんですよ、うん、でもまあそんなにでも、まあ、特に大きいですよ。まあ、何ちょい揉めてるみたいな、揉めてるみたいな感じなので終わって、それ3公演やって1日、うん、それが1個目の公演 で2個目の公演でリハーサルするってまたなって、うんうん、でこのコーナーが大喜利の答えをジェスチャーで表すっていうやつだったんですよ、うん、だからなんかこんな学校は嫌だっていうので、なんか校門がでかいっていうのをお題で出してジェスチャーする、うん、っていうの で吉野さんがジェスチャーする側で上がってきてくれて、うんうん、でそしたら俺があの答え書くがあったんですけど、うんうん、お前絶対分かりやすいやつにせえよいやそりゃそうジェスチャーやりやすいやつにせえやでもなんか面白いけど、いや面白いじゃないですかそれは。だから分かるんですよ、俺はだからもう話も聞いてるから絶対振ってるじゃないですか、だってリハですよ、本番じゃないですよ、リハですよ、絶対振ってるから、じゃあ分かりづらくしようと思って、給食がパセリみたいな、だパセリってジェスチャーしづらいじゃないですか、でパセリのジェスチャーこうやってやろうとしてもリハですよ、でも考え方ができませんでした、で終わったら、何パセリってどうやるんじゃーって、でどうじゃないのだって怒ってるから本当に怒ってる、そうどうにならないんですよ、綺麗な下りやってる、めっちゃ綺麗だ、俺は突っ込んでる全力で、いやで言ったでしょ、振ったからやったんですよってなるじゃないですか俺はね、うん、だここでは俺はここだけで整理するけど、みんながまあ板挟みだからちょっとこのガチだと思っちゃったりとか、この変にピュアすぎて笑ってくれないけど、いやでもこれはいいよな、これを繰り返してって下りになっていくんだろうなっていうふうに思ってたんですよ、俺は勝手にね、地道にこれをコツコツやってりゃ、そうやってりゃいいじゃんって思ってたんですけど、吉野さんがさっきから言ってる意見で言うと、それも含めて全部本当に怒ってたってことですよね、ずっと切れてたんですよね
俺が謝らないからずーっと怒ってたんですよ、これね。なんだこれか。だからそれはすいません、マジで。完全に逆で捉えてました。ちょっと待って。そう。いや、それは自分も捉え方が。そう、全部ずーっとボケだと思っちゃったら、それは怒るわ。ずっと怒ってんのにボケだと思って俺が突っ込んでるから、ね、それイライラするわと思って。どうですか、吉野さん。うん、いや、あのね、もう、いや、僕かて一コメディアンですよ。どういう言葉言うんだよ。いや、ブレー、お前がブレてると思ってるかもしれないけど、俺はちゃんと言ってるから、はい、あの、お客さん入ってる、じゃあ僕はね、はいはい、お客さん入った状態やったら、はい、そんな言うてもしゃあないからプロレスにしようとしてるんですよ、うん、ただこいつはそのプロレスから逃れようとするんです、うん、あのね、そのコーナーで言うと、うん、その時のコーナーが、令和ロマンが MC、うん、MC ですよで、うん、大喜利を僕たちが言います、うん、3人いまして、うん、マスクしてて一人だけが鼻に洗濯バサミをつけられるんですよ。そうですね。ほんで、ちょっと変なコーナー多い。まあそれ、あのそれはエレパレの脇子さんがやってる。あ、そうか。それで、新入社員のやらかしようが初日でやらかしたこととはっていうのを、みんなで答えを出して、鼻声になりますよね一人、うん。ほんで、洗濯バサミつけてるのは誰でしょうか。うん、っていうコーナーやったんですよ。 それをドクターハインリヒさんに当ててもらうってコーナーですよ。いや俺ゲストのドクターハインリヒさんに当ててもらうってコーナー。ドクターハインリヒさん、はい、申し訳ない、申し訳ない。それでね、難しい、はい、でこの大喜利の一番盛り上がるポイントって、うん、別に大喜利出してドカーンになるわけないんですよ。あ、正解は誰でしょうか、僕でしたがマックスなんですよ、うん、だから大喜利は別におまけにしか過ぎないんですよ、うん、あ、別にそんな受けたろうとせんでもいいわけですよ、うん、ただ僕はまあまあこんなもんかなっていう答えをパッて出したんです、うん、もちろん受ける、そこで大爆笑起きるわけないですよね、うん、どんだけ秀逸な答えでも、うん、ほんでわわわわって、うん、そうなんです、うん、はい、聞きました。ほんでまあ僕は全然 OK な笑いが来たんですよ。ああ、まあ、そんな、はい、そんな爆笑じゃないですけど、ほんだらこいつが、うん、まあまあまあ、先生は笑ってますけどお客さんはみたいな、うんうん、ほんで僕は何やその言い方、うん、って言ったんですよ。ほんだら、うん、まあ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 、いきなりそれリハ本番、本番です。あ、本番、こいつなんですよ、かわしてんのは。え、はい、ほんで僕にしか聞こえへん声で、うん、もう大きい声出すなよ。言ってない、言ってない。僕にしか、それは怖いね。それ、まあ、それはやばいんじゃない。それは違います。僕かってコメディアンですよ。はい、僕かって一コメディアンです。それは違いますよ。一コメディアン、いや、今そうじゃないから。え、じゃまずリハで、なんでそのコメディアンで怒ったのは何だろう。それは単純に失礼やったからですよ。だってね、大喜利じゃあこの3人でいきましょう。え、もっと得意なやつの方が良くないですか。あー、違う、ほんとあからさまに水俣3人で相談してたじゃないですか。いや、それはお前に決められるまでもないや。俺らはどうするかって打ち合わせしてる時に、違う違う、どうするかじゃなかった。明らかにやりたくない人のこの押し付けのムーブだったの。まあ、どっちでもこんなには怒ったよね。そうだね、怒りましたね。プロレスで行ったわけではなかった。うん、はい、それはね。それで本番中のそのスカッシュさというのはどう。いや、本番中のはなんかそのまあ、洗濯バサミを2人がつけてるんですよ、うん、だからほとんどみんな、まだ間違えたの。そう、まあ、間違えちゃったんですけど、大事なところで、まあいいんですけど。いや、1人ですよ。2人俺がお前1人、お前1人やろ。マジで2人、マジで2人、1人がつけてんねん。あれ、あの2人です。マジで2人、うん、マジで2人で、つけてない人は、ない人は、はい、俺は見てないです。見ろよ。見てないかっけ。二人で誰かが鼻声みたいに喋る。だからその肝はその一人の演技が肝なんですよ、要は。だから早くそれこそ、まあ、いいよ、大丈夫、ダメ、ごめんなさい、ごめんなさい、大したことじゃなくて、そう。でだからでもこれみんな鼻声なりながら出す。うわ、これどっちだ、演技してんのかどっちなんだって出すじゃないですか。で出す。で三人目で吉野さんが出すときに、吉野さんだけなんか遅れて笑いがなんか急にクスクスって来たんですよ。なんか俺なんでか分かんなかったんです。全員鼻声でやってんのに、うん、だもしかしたらなんか吉野さんなんかバレたのかなとか思って、うん、なんかその、あの洗濯バサミつけてることとかが、うん、なのかなって、明らかに変な笑いが起きたから、うん、ちょっと一応いじったんですよ、うん、ちょっといじったけど、でもでめいじったら、せざわ、ね、笑い、せざわ笑い起きますけどねって言ったら、なんやねんって言われたけど、でもここでこんな大きい声出して、ここで喧嘩してこうマスクとかずれて洗濯バサミ見えたら、こんな台無しだから、いや、じゃなくて行きましょうか答えって、俺はもうハイニキさんに振らないといけないから、 MC だからね。鼻声がバレるし、そう、そのバサミつけてる2人だったら、お互いプレイヤーだったらここで喧嘩しますけど、その時は MC だったんで、次に行きましょうってこと、ね、いや今言わバレちゃったらダメですよって、うん、めっちゃ喋ったらバレるから、うん、だったんですよ。これはもうただただガチの言い分です。ただどうですか、はい。
まあ、それはそうなんか知らないですけどそうですね、まあまあ、そうじゃあでもその桁クソ悪いってことやもんね。まあトータルですね。ずっとそのスタンスが桁クソ悪い、うん、そういうことですよね。全部そういうことですよねじゃなくてさ、はい、お前全部分かった感じで言うな。なるほど、全部分かった感じだ。なるほど、言い方の話やめましょう、うん、言い方とかはしょうがないじゃないですか。喋り方みたいなスタンスの話やから根本よね、うん、そういうことやな。その一回ね、やっぱその端的にね、うん、しどこが特にというかね、そのお互いのその、うん、いやでも別に車を払ったとかじゃないから、ね、そうない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 って言ったから、なんで怒ってんだろうと思ってたけど、もう一番最初のボタンがかけ違ったんだなって、その俺がここで許したと思ってる視点が実は本当は怒ってて、だからずっと俺が謝ってなかったんだなって今分かりました。そこは別に吉野のあれはやけどさ、うん、なんか俺になんか言ってなかった柏木さんみたいに、その関西人なのに、そのボケなのかボケじゃないのかわかんないです。やばくない？神保町、ほら、よく話しましたけど座れないとか厳しいじゃないですか。そこにこうダサく抗うんですよ。いじるとなんか照れるんですよ。じゃあいじれないじゃないですか。柏木さんが、あ、そうもう吉野さんなんてね、正直前菜みたいなとこ、もう全然、てかもう本当に誠意を今日は本当に示す、いや前菜なんて思ってない、本当にごめんなさいっていう気持ちです、はい、だから今日も今だから1個目のボタンを合わせた感じや。そう、やっと分かって、そのためにも一応誠意の1個です。ただ車が鼻につくのはしゃあないで、これはそうだし、嫌われてもしょうがない、しゃあない、そうです、すいません。でも少しでも可愛くなると思って今日髪型…何パーマ出とんの頭雨にじゃない、これはでも車も違うんじゃない。いや、これ本当に一回ですね。メリット、デメリットあるやん。車は多分、はい、可愛がりずらなってくるもんな、こうなってくる。そうです確かに、うん、できるし、うん、まあちょっと舐めてるし、いやいや、違う。そのね、さっきもね、うん、僕はここの喧嘩俯瞰で見てましたよ。はい、でもね、その、はい、あ、それ、ほんまにそれ怒ってはったんですか。ほんまに怒った、あ、それはすいません、うん、がまあ普通ですわ、うんうん、さっき車、うん、あ、それで怒ってたんですね、怒ってたんですね、はい、わかりました、怒ってたんだみたいな感じ、そう、その怒ってたかどうか確認するときに、うん、怒ってたんですね、うん、怒ってたんですね、うん、ちょっと、なんかちょっとちゃうんちゃう、俺にはいろんなパターンがありますって感がすごいないや怒ってた、じゃあこっちでいく、まあ、頭で喋りすぎやな、今どっちかが悪いかじゃなくて、そのもう固まってるとこをほどす裁判をやってるんだから、それをお前がその弁護人とか検事とか、ああ、その第三者みたいに怒ってたんですねってやってるから、そうな、当人やから怒られてるかどうか、一回捨てじゃないか、多分自分が車ぐらいの後輩やったらこんなできひんがずっとあるやん。そうです、そうです、全然ビビってへん俺らに対してがずっとあんねん、リスペクトがね。でもそれはもう一回忘れた方がいいかも。もう車こういうやつやから、だからそのこういうやつってことを自覚しないと、あんねん、リスペクトも車なりに、いや、リスペクトあんの、いやいや、あるわ、あるよね、ほんとにそう、ずっと言ってる、だからこれほんと裏でもずさりに言うことはいくらでもできるやん、はい、でも車が下手くそなんで、それはそのリスペクトが先輩に通じてないと、はい、ただの生意気なやつになってる。いや、でも僕がだから極論言うと、僕はどう思われても別にいいんですよ。素敵じゃないかさんがネタが素晴らしくて、漫才が素晴らしくて、それ上から言ってるって言ってんねん、どんだけ上から言ってるわよ、ほら、なんでお前に殺されなあかんねん、お前ふざけんな、違う、ね、そんな悪い先輩じゃないよ、みんな面白いんです、なんで上から言われなあかん、どんどん損してるから、ふざけんなよ、お前、違う、本当に損してる、むかつくこいつ、本当に、いいよ、なんだこいつ、そうやってむかついちゃうところで損してる、煙こら、お前なんか言えよ、お前、煙はどういうこと、なんか言えよ、お前、もう泣いてんの、急に泣いてんの、眠くなった、本当に仲良くしてほしいですよ、何やいや、ほんま煙もさ、大好きな先輩2人とお前はずっと一緒に見て、後輩で言った、はい、そうなんですよ、先輩もともと、はい、ちょっと車プレゼンしてみたら、いや、こういうやつじゃないんですとか、だから今話誤解されやすいとか、そうなんです、喋ってて見えてきたんですよ、まあ、僕は本当3人とも大好きだし、本当に仲良くしてはい、3人とも誰ともでええやないか、はい、本当に3人大好き、はい、僕は気持ち悪いな、本当に、本当無限大の時みたいに楽しく笑ってみんなで後輩してたいんですよ、うん、はい、みんなで後輩してたいし、でそのさっきもちょっとなんか論点が見えてきたんですけど、うん、やっぱり車の喋り方はしょうがないじゃないですか、うん、だからその文面でやり取りしたら絶対イライラしないんですよ、車って、あ、言い方の問題だから、うん、今さ大学時代
はどうやったの？その後輩なわけやろ。はい、後輩です。でも ずっとこうです。あ、でもそのずっと付き合ってれば分かるんで、その本当に内面はちゃんとしてるというか、言い方がちょっと偉そうなだけって分かってるから、でそれはまあもしかしたら僕らほどの、僕と車ほどのそのあれじゃないからまだ分かんないかもしれないですけど、それは本当に僕からもすいません。でも悪いやつじゃないんですよ。煙が本気謝りしてる。お前が悪いやつじゃないんですよ。副社長の息子が悪いやつじゃないんですよ。僕からもすいません。で俺も悪いやつじゃないの、めちゃめちゃ悪い。そうですよ。でも俺映像思う。はい。だから そこはちょっと目つぶってください。今日はその本当喧嘩のその、あの話し合いというか、その言い方で怒んないでほしいんです。なるほど。もっと細かいところはもうしょうがないのね。はい。言い方なのか。これはしょうがないからってことね。はい、そうなんです。言い方プラスそのビビってはねえよ、やっぱ車は素敵じゃないかね。なリスペクトしてるけどね。うん、そうリスペクトしてるけど、果たしてしてるのかな。いや、それはしてる。いや、こいつなのかな。ビビってはない。ビビってはない。ネタめちゃくちゃおもろい。あのね、こいつね、あんまり。こいつその、なんですか、そのリスペクトしてる感じが、うん、うまく見せれないとか、そういう下手くそさはあると思いますけど、やっぱ弱ったりっていう、うん、ね、うん、これがこっちにメリットがある、こっちにデメリットがあるっていう嗅覚がすごいんですよ。うん、ね、うん、そう、それで、うん、俺もう一回やられてるんですよ。何よ、もうどうしたらいいやん。もう、あ、もうこいつはこういうやつなんやみたいなことがあったんですけど、1年目ですよ、こいつは1年目の 春ぐらいかな、ほんまにデビューしたてね、出たて、はい、うん、車がね、うん、急にですよ、柏木さん、俺柏木軍団入りますと、うん、何そのストーリー、うん、やっぱ舞台上出ると全然ボケないし、ダメダメダメ、こうやってニューヨークさんにボケとかジョークにしてもらうことによって、本当はいい劇場だったみたいにあと何年かしたらなるんです。俺らのことは何も考えてない。おもちゃにしてるだけなんじゃ。いいよ。あ、俺無理かもしれない。こいつはや